皆さんこんにちは、西岡明彦です。リーグ開幕戦にようこそ。解説は福西崇史さんです。今日の試合は楽しみですね。本日の試合はアヤックス対ヘラクレスアルメロのマッチアップです。このチームは高い位置からプレスをかけて相手のパスワークを邪魔するプレーが得意ですね。今日のラインナップはどうでしょうか。今日もとことんプレスをかけていくはずですよ。よほどボールコントロールに長けていない限り、圧力を受けるとプレーは乱れミスにつながりますからね。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な4-5-1ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。さあ前半開始、アヤックスのキックオフです。ダビド・ネレス、デヨング、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ブリント、ラセ・シェーレ、ノゼア・マズラビー、叩いて渡すこともできます。さあリードできるか。決まりました。ゴールです。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ1点差ですから、守勢に回らないように気をつけたいですね。ゴール前での落ち着きが光るゴールでしたね。はい、ああいうチャンスをものにできると試合が楽になります。この角度からも見ましょう。さあキックオフ、試合はアヤックスがリードしています。ドゥシャン・タディッチ、マタイス・デリフト、ハキム・ツェーク、ここで勢いが止まってしまいました。タディッチ、これは狙います。よく止めましたが、ここは大きくクリア。チャンスでした。どうやらサイドをつけそうです。ラセ・シェーレ、ドゥシャン・タディッチ、アヤックスのスローイン、ニコラス・タグリアフィコ、ダレイ・ブリント、ラセ・シェーレ、このパスは簡単にカットされました。マタイス・デリフト、スペースへのボール、これはスルーパスが強いか。決まった、ゴール。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。別の角度からご覧ください。
大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。アヤックスのスローインです。ラセ・シェーレン、ハキム・ツェーク、デヨンク、得意の形に持ち込みつつありますアヤックス。タディッチ、決まるか。これはマイナスのクロスボール、ゴール。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。両チームの点差がさらに開きました。この追加点が相手に与える精神的ショックは大きいですよ。こちらのカメラからの映像です。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。一方的な試合となってしまいました。ここはインターセプト、しっかり予測していました。ドニー・ファンデベーク、デヨング、いいボールが出ました。この追加点で追う側にはさらに厳しい状況へ。今日はもう完全に乗っています。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。大量リードの試合となっています。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ダビド・ネレス、パス、さらにパス、ショートパスをつなぎスペースを見る。タディッチ、キーパーファインセー、これを止めますか。前方に運びました。ボールを取りました。さてどうする。ここで攻守が入れ替わります。このパスはカットされました。いいところに出た。ゴール、大量点となりました。さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。大量リードを許した状態で再びキックオフです。硬いディフェンスに攻めあぐねています。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。シュートを打った。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。タディッチ、ここはよくスペースが見えていました。またしても点が入りました。もう勝負の行方は決まってしまったでしょうか。さらにリードが広がってしまいましたが、最後まで諦めないプレーを見せてほしいですね。
一旦防がれはしたもののこぼれ球をゴールへと押し込みました。キーパーはアンラッキーでしたが、あの位置にいたからこそ生まれた得点です。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ドゥシャン・タディッチ、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。いいカットです。ボールを奪いました。絶妙なパス、ここでシュート。キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ゴール前に入れた、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。ブリント、ドニー・ファンデベーク、うまいパス、キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ボールを入れた。試合はまだ中盤ですが、またも点差が開いてしまいました。さすがに開きすぎましたね。試合終了までに何点入るでしょうか。これはついていません。ブロックしようとした選手に当たったんですね。ここでコースが変わってはどうにもなりません。シュートを打たせないようにするべきでしたね。だいぶ点差が開きました。一方的な展開になりそうです。前半終了です。スコアが大きく動いています。この選手、前半は強烈な印象を残しましたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。渡すこともできます。さあリードできるか。決まりました。ゴールです。ここで試合の均衡を破ってきました。リードしたとはいえ1点差。ドゥシャン・タディッチ、スペースへのボール、これはスルーパスが強いか。決まった。ゴール。クロスボール、ゴール。いいボールが出ました。この追加点で追う側にはさらに厳しい状況へ。いいところに出た。ゴール。大量点となりました。ボールを入れた。試合はまだ中盤ですが、またも点差が開いてしまいました。さすがに開きすぎましたね。試合終了までに何点。
前半から変化はあるのでしょうか。後半キックオフです。デヨング、ドニー・ファンデベーク、ラセ・シェーレ、ノゼア・マズラビ、このパスはダメでした。通りません。前方に運びました。ドゥシャン・タディッチ、ドニー・ファンデベーク、マイナスのクロスを入れた。ボールを大きく押し出します。ラセ・シェーレ、このタックルは激しい。これは危険ですね。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。試合前にニュースがありましたが、レアル・マドリードが選手を獲得しました。はい、この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。これは狙います。決まった。追加点です。ゴールが決まりました。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。この角度からも見ましょう。この展開は予想できませんでした。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ラセ・シェーレ、相手のゴール前でパスを回します。素晴らしいボールだ。またしても点が入りました。もう勝負の行方は決まってしまったでしょうか。さらにリードが広がってしまいましたが、最後まで諦めないプレーを見せてほしいですね。精度の高いシュートでした。パワフルに右下にきっちり決めましたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。諦めずに得点を狙ってほしいですね。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ドゥシャン・タディッチ、最高のボールが出た。ここで追加点。一方的な展開になっています。ここはディフェンダーがゴールを決めましたね。ゴール前ではやりづらいかと思ったんですが、本職のようなシュートでしたね。別の角度からご覧ください。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。カットしました。ここはどうするでしょうか。タディッチ、ラセ・シェーレ、アヤックス、サイドのスペースが広く空いています。素晴らしいパス。止めた。キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。これは難しい。失敗です。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。スルーパスが味方に通る。パスコースにはディフェンスがいます。ダレイ・ブリント、ノゼア・マズラビ、
いいパスだ。これはひどいシュートになりました。判断は良かったと思いますが、精度が低すぎます。この選手、今日はいいプレーを見せていましたが、ここでベンチに下がるようです。これは見事に奪いました。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。ラセ・シェーレ、ドニー・ファンデベーク。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。ドゥシャン・タディッチ、カウンターのチャンスです。ラセ・シェーレ、ボールチャンス、ゴールゲット。これはキーパーも止められません。キーパーは悔しいでしょうね。触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。こちらのカメラからの映像です。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。予想通り格上チームが堅実な試合運びをしていますね。そうですね。プレーに余裕すら感じさせます。パスで効果的に崩していきます。そうですね。ディフェンスに的を絞らせていませんね。非常に効果的なパス回しができていますね。このシュートはどうだ。ゴールにはなりませんでしたが、今日は乗ってますね。はい、いい動き見せてますよ。俺が決めるという姿勢がいいですね。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。サイドから攻撃でしょうか。シュートだ。ドゥシャン・タディッチ、見事なシェアです。このパスはダメでした。通りません。ペースに見事なスルーパス。素晴らしいボールだ。ゴールが決まった。すでに勝負は決まっていますが、とどめの一撃ですね。得点差に余裕もあるのですが、まだまだ点を取りに行きますね。取れる時にはできるだけ取っておいた方がいいでしょう。正しい姿勢だと思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。試合終了です。アヤックスが勝利をつかみました。開幕戦勝ちました。これはこのまま乗っていけるかもしれません。はい、開幕戦を勝つというのは重要です。スタートがいいと心に余裕が生まれるんですよ。
ボールを入れた。試合はまだ中盤ですが、またも点差が開いてしまいました。さすがに開きすぎましたね。試合終了までに何点。この補強は大きいですよ。今後が楽しみです。これは狙います。決まった。追加点です。ゴールが決まりました。ラセシエレ、相手のゴール前でパスを回します。素晴らしいボールだ。またしても点が入りました。もう勝負の行方は決まってしまったでしょうか。さらにリードが広がってしまいました。最高のボールが出た。ここで追加点。一方的な展開になっています。ゴールチャンス、ゴールゲット。ペースに見事なスルーパス。素晴らしいボールだ。ゴールが決まった。
と飛ばしたら死んでまうからな。お前虫ってよ、野生にいてるのが一番いい。いいのはそれか、普通に連鎖するってことだから。この科学界で虫とかも殺してるわけ。全部の生態系に影響のあることばっかりやってるわけ。あれはほんまバカです。ただのバカです。考えたら分かることですよね。が出てしまっている感じですね。いいパスとは言えません。